アーズ司令、機関室から報告が入りました。エンジンの修理完了まであと3時間だそうです。外から見た時にはそれほど大きなダメージは負っていないように見えたんだが、このエルシオールはロストテクノロジーで建造された船ですから、何かと手間がかかるんです。もちろんエンジンの整備も。クロノクエイク以前に作られた船か。貴重品には違いないんだろうが、不便な代物だな。ま、この船がそこらの軍艦よりも優れた性能を備えていることは認める。火力の不足を補うため、我らが月の聖母は5機の紋章機をお与えになられたんです。この船の乗組員のほとんどが白き月でシャトヤン様にお仕えしていたものです。月の巫女という名前をご存知ですか？乗組員がみんな月の巫女、非戦闘員がこの船を動かしてるってのか。常時でしたし、それにロストテクノロジーを取り扱うには専門の知識と経験が必要不可欠ですから。ですがご安心ください、月の聖母シャトヤン様は私たちに対しておっしゃいました。司令官の命令はシャトヤン様ご自身の命令だと思うようにと。ですからマイアズ司令、私たちはどんなことがあろうとあなたに従います。了解しました、マイアズ司令。これからもよろしくお願いします。お、二人とも揃っておるな。タクト、レッサー、お前たちに話がある。シバ王子にお前たちをご紹介しておかねばな。謁見の間でお会いになられるそうじゃ。ついてこい。つべこべ言わずにさっさと来い。もうじき芝王子がお見えになられる。じゃが前に話した通り、今は少々気が立っておられるゆえ、物言いには注意しろ。そういう態度をするなって言ってるんだ。まったく、お前ってやつは。お待たせいたしました。芝王子のおなりでございます。そなたが新任の司令官か。マイヤーズという名だそうだな。なんだ、お前だったのか。てっきり隣の男かと思ったが。そうか、まあよい。
ではマイヤーズ、早速だがお前に命じる。直ちにこのエルシオールを転身させ本性まで引き返せ。二度も言わせるな。直ちに転身し本性にいる臣民たちを救うのだ。王子、どうかしばらく、今しばらくのご辛抱。間もなくこちらに援軍が合流いたしましょう。反抗はそれからでも遅くはございません。そんな言葉は聞き飽きた。お前はそれでも無人かルフト。皇族の中では私のみが生き残ったと聞く。かかる気球存亡の時にこの芝が臣民とシャトヤン様を救わずしてどうする。こうしている間にも逆賊エオニア目によって罪なき者たちが苦しんでいるのであろう。なのに私だけが背を向けることなどできぬ。お気持ちは重々お察しいたします。しかしながらエルシオールのみでは。せめて援軍が到着するまでお待ちくだされ。では芝ここにありと触れて回るがよい。その声が届けば勇猛なる皇国軍が我が元にすぐさま駆けつけるであろうに。逃げるだと？この腰抜け目が。私をたばかると承知せんぞ。これ予算か、タクト。王子はまだ10歳なんじゃぞ。事実なのか。クーデターはそこまで深刻に。なおさらだ。シャトヤン様だけでもお助けせねば。今すぐ引き返せ。シャトヤン様は私を引き取って白き月で養ってくださった、いわば育ての親。その恩を今こそお返しするのだ。
分かった。今は生き延びることの方が大切なのだな。マイヤーズ司令、そなたを信じよう。先ほどの命令は取り消し、改めて命ずる。エルシオールとエンジェル隊を率いてこの芝の身を守り、ローム聖景まで送り届けよ。うん、頼んだぞ。少し疲れた。下がってよいぞ。はっ、では失礼いたします。タクト、エスタ、退出するぞ。俺からしたら、その場で文字通り打ち首にならなかったのが不思議なくらいだ。背筋が凍ったぜ。いや、立派だったぞタクト。なかなかあそこまで言えるものではない。さすがはわしの見込んだ男じゃ。お前を司令官にしたのはやはり正解だった。じゃあ無意識のうちに王子を幼子扱いしていたようじゃ。任務に私情を挟むまいと思ってはいるが、芝王子を見ていると故郷にいる孫のことをつい思い出してしまっての。とはいえ今はこの混乱じゃからな、無事でいるかもわからんが。ああすまん、余計な話をしてしまったな。歳を取るとこれだから困る。うん、そうじゃな。おあつらい向きにごく最近の映像があるぞ。わしらが脱出した後、青函ネットで放送されたエオニアの演説じゃ。エオニアの演説ですか。想像するだにつまらない代物みたいですね。まあそう言うな。そうじゃな、エンジェル隊も呼んでブリッジで見ることにしようか。よし、これでデータのセットはできた。いつでも再生できるぞ。エンジェル隊に何かご用ですの？問題ありません。なんでもいいけど手短にね。私たちだって暇じゃないんだから。まあまあランファ、それでこれから何が始まるんだい？例のエオニアの演説じゃよ。君たちエンジェル隊にも見てもらいたくてな。では全員揃ったようじゃから始めるか。
わかりました。オペレーター、映像を再生してくれ。了解、メインスクリーンに出します。愛すべき広告の臣民たちよ、私はエオニアトランスバール、トランスバール広告第14代皇后である。私は非道なる前王ジェラールと腐敗しきった貴族諸侯に鉄槌を下し、正当なる地に基づく王の座を回復させた。彼ら一部の特権階級は白き月の恩恵であるロストテクノロジーを独占し続けてきた。これを不当と呼ばずに何と呼ぶ。だがその滞在には裁きが下され、諸君を苦しめてきた不当なる権力は倒れ、王国に正しき秩序がもたらされた。諸君の前にはさらなる繁栄が約束されている。ただしそれには広告が、我々が一丸とならねばならない。この宇宙に白き月の恩恵にも勝る未知のロストテクノロジーは今なお眠っている。これこそがさらなる富と栄華をもたらす力だ。月の聖母シャトヤーンもロストテクノロジーの探索に賛同し、私の即位を祝福してくれた。私に諸君の力を貸してほしい。今まで同じ広告内にありながらバラバラであった制度や文化を一つにし、新たな目的に向かって結束を固めるのだ。混乱に乗じて狼藉を働いている一部の者たちに、今ならば寛大な処置を考える。直ちに我が元へ帰順せよ。あるべき姿に統一された正しき国、正統トランスバール公国の一員として、私と共に星の彼方の栄光をつかもうではないか。正統トランスバール公国、これがエオニア。混乱に乗じて狼藉をだと、クーデターを起こした張本人のくせに盗っ人たけだけしいとはこのことだ。タクト、お前はどう思ったかの？意見を聞かせてくれ。その根拠は？よろしい、合格点を与えられる回答じゃ。意外と人を見る目があるじゃないか、司令官。すごいんですね、タクトさん。私そんなこと全然気づきませんでした。あんたね、これぐらいは気づいて当然でしょ。
もちろん私は最初からエオニアの言うことなんて信じてなかったけど。顔はともかくとして、その意見には同感だな。未知のロストテクノロジーとやらも怪しいもんだ。あるかどうかもわからない。そんな不確かなものは当てになるはずがない。エオニア本人には確信があるのかもしれない。少なくともあの無人艦隊は明らかに広告の外からもたらされたものじゃからな。奴の言葉を借りれば、広告が一丸となって探さなきゃならないほど稀な存在ってことさ。気の長い話だね。当たらずとも遠からずじゃろうな。おそらくエオニアに一番不足しているのは人材じゃ。5年前エオニアが辺境に流された時、奴に従ったのはほんのわずかな側近のみ。残っていた近しい者も全て処分を受けた。ましてや芝王子をエオニアのところへ連れ戻したら最高の手土産になるだろうし。それだけは何としても避けねばならん。広告軍が集結しつつあるローム星系まで無事に芝王子をお送りせねば。最短ルートで恒星間航法を繰り返したとしても2週間は必要だな。もちろん何の妨害もないと仮定してだ。もちろんだ。航路の検討と同時に索敵も進めておく。大変な旅になりそうですね。今頃何言ってんのよ。白き月を出てからこっち大変じゃなかったことなんかあった？タクト、ちょっと耳を貸せ。どうじゃな、エンジェル隊の子たちは。個性派ぞろいの粒ぞろいじゃろ。なんだ、煮え切らんやつじゃの。エンジェル隊をうまく使いこなせるかどうかは司令官であるお前にかかっておるんじゃぞ。この先もエオニア軍の操作網を突破するため戦う必要が出てくるじゃろう。それにはどうしてもエンジェル隊の力がいる。
ところが、その紋章機がくせ者でな。紋章機の性能はパイロットであるエンジェル隊の精神状態に左右されるんじゃよ。さよ、エンジェル隊が戦いに集中できなければ紋章機も満足な性能を発揮でき、そこで前の腕の見せ所というわけじゃ。あの子たちが支障なく作戦行動を取れるよう精神的な支えとなってやってくれ。そう難しく考えることはない。要は相手から嫌われずに仲良く付き合っていけということじゃ。その息じゃ。しっかり頼んだぞ。おお、そうじゃ、エルシオールの修理じゃが、まだしばらく時間がかかるらしい。それまでは館内を見物して回るなり、ゆっくりしていて構わんぞ。うん、何かあったら連絡を入れよう。わしはレスターと共にエオニア軍の監視と脱出経路の検討を進めておく。じゃあ、また回しますよ。さっきと同じ色ですよね。え、はい、一等です。やったー、嬉しい。こいつ一等ばっか4回も。ダクトさん、本世でも超レアなプレミア最高級三つ星ランチバスケットマリーゴールド VSOP です。欲しかったんですよ、これ。そうなんです、このお客さんさっきから4回連続で1等だけ当ててるんですよ。全くです、このキャンペーン今日から始めたばかりなのに、もう商品が
一等が。よく言われます、すごい強運だって。ついてる時はとことんついてるんです。くじ引きもう一回できるんですけど、やってもいいですか？あ、はい、どうぞ。えい！やったー！またまたバスケット当たっちゃった！お客さん、勘弁してください。もう一等が全部出尽くしちゃいました。はい、新司令官就任記念キャンペーンです。ご案内しましょうか。わかりました、任せてください。あ、でもその前に。え、いいんですか？助かります。ここが私の部屋です。荷物重くなかったですか？そんな、私こそ。じゃあ荷物を置いてきますので少し待っててください。ご説明しますね。これがエルシオール内の様子です。色が赤く変わっているところは移動可能な施設を表しています。カーソルを合わせるとその施設の名前や簡単な説明が出ます。そこでクリックするとその施設に移動できます。A から D の4ブロックに分かれています。別のブロックを表示させたいときは右上にあるブロック地図をクリックしてください。一部の施設に誰かの顔が表示されていることがあります。それはその場所にその人がいるという意味です。もう一度説明しましょうか。